皆さんこんにちは。こんにちは。裏側で疑惑徹底追及、改憲発議反対、終わらせよう自民党政治 5.19 国会議員会館内行動を始めたいと思います。本日の司会を務めます専任会の橋本と申します。よろしくお願いします。それでは最初に主催者挨拶です。球場コアスマより高田健さんお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。雨がなんかポツポツしてますけども、多分集会中は持つと思いますので頑張ってやりたいと思います。先日の5月3日の憲法集会、大変な成功でした。東京では3万2000人、大阪で5000人、兵庫で5000人、京都2000人、関西すごい頑張ったですね。全国各地で様々な形で行動が行われ、この社会でやっぱり戦争反対、憲法擁護、そういう声が非常に強いということを改めて示すことができたと思います。今行われている213国会、残すところあと1ヶ月余りとなりました。先日岸田首相が訪米をして、バイデン大統領との間に共同声明を出したり、とんでもないことをやってきたんですが、今この国は戦争できる国からさらに戦争する国への階段を一歩一歩と踏み上がっているような気がします。日米首脳会談では従来なかったような、考えられなかったような方法で、この3か年大きな日米安保体制の問題での飛躍を遂げたというような共同声明に、そういう趣旨の文言があります。これまで考えられなかったような、そういう方法での飛躍、それはおそらく2022年のあの安保三文書を見られるような、国会が終わってから閣議で、たった20人程度の閣議で決めて、そしてこれをアメリカに持って行って報告をして、国際公約にまで引き上げて日本の基本方針にしていくという、まあ立憲主義も三権分立もあったものではない、本当にこれまで考えられなかったようなやり方で、この国の戦争への道が今進んでいるように思います。5月3日の皆さんの大きな構造というのは、そうしたものに対する私たちの危惧であり怒りであると思います。この213国会、考えてみるとあと1ヶ月の間にまだ決まっていない問題もありますけれども、数え上げると大変な議案というか事態が進んでいます。順序は不動ですけれども、イギリスやイタリアと共同開発する実戦闘機の第三国への輸出解禁、防衛装備移転三原則の運用指針を決定するとか、あるいは日米両軍といいますか、あえて言いますけれども、とその司令部の統合を果たしていくような、そういう防衛省設置法の改定であるとか、あるいは入管法、入管特例法および技能法の管理法の改正とか、それから共同親権とか重要経済安保法案とか、それからもう法案というか終わっちゃったわけですけれども、原発の問題なんかでも GX 推進方法実行会議などがやられていますし、先日も
地方自治体法の改悪というのが進んでいます。そして憲法審査会ではこの憲法改正原案の、作成に向かって改憲派が動いている。こうやって並べ上げると本当に恐ろしいような事態が今たくさん進んでいると思います。にもかかわらず先日、衆議院の3つの補選では市民と野党が共同した結果3つとも勝利をしました。この勝利、地元で戦った多くの市民の皆さんに心から敬意を表するわけですけれども、しかし必ずしも心から喜べるような状態ではない。投票率の低さ、そういうのが多くから指摘されています。さまざまな報道機関からこの一連の3つの選挙の投票率の低さが指摘されています。やっぱり今の政治に対する有権者の不信というか信頼できない、そうしたものがこの投票率などに現れているのではないかというふうに思います。市民と野党が共同した結果の勝利であって、これ自身は非常に大事なことですけれども、やっぱりここには問題が含まれている。今一連の法案やすでに成立した法律もこの列挙しましたけれども、これらに対してもでは第二自民党と自称しているような野党は別として、それ以外の私たちの仲間である立憲野党は果たしてこれらの法案に対する法律に対する戦いはどうだったか、やっぱり私はここで一言言わなければいけないというふうに思います。確かに市民と野党が共闘しなければ勝てない、選挙も勝てない、はっきりしています。しかし国会で極めて短い間に、あるいはいくつかの修正が通ったということで、次々こうした悪行を通す、この状態が各選挙区での有権者の政治不信というものにつながっていないか、私たちは確かに立憲野党と市民の共闘ということをずっと主張してきた。しかし立憲野党と市民の共闘ということは、立憲野党を無条件に支持するということでもなければ、立憲野党を私たちはいつもそれを言うことを応援している、単なる応援だということでもない。この両者の間には私はやっぱり協力関係と合わせて緊張関係があると思います。そういうことが今問われているんだというふうに思います。市民と野党が共闘しなければ勝てない、総選挙が近くなっている、それはもうこれからも全力を挙げてそういう市民と野党の共闘を私たちは作っていきますけれども、同時に市民の運動の責任というのも非常に大きい。立憲野党に対して私たちが一定の緊張関係を保とうとすれば、私たちが国会外でどれだけ強い運動、大きな運動、全国的な運動を作れるかどうか、その責任もまた私は問われているように思います。そしてこういう運動を背景に立憲野党に対しても私たちは言うべきことは言っていく。そういう国会にしていかなければ、本当に全国の有権者が 50% も 60% もそれ以上の有権者が選挙に出かけていって投票しようというふうにはならないんじゃないか、私はそう思っています。この国会、先ほども言いましたようにあと1ヶ月余りで終わります。延長があるかどうかは分かりませんけれども、本当に今そうした市民の運動を強めて戦争に反対し、改憲に反対し、危ない法律をぜひ阻止、できるだけ全力を挙げて阻止して政治の転換を目指していく、
そしてその政治の転換によって一歩でも二歩でもこの国の政治を変えていく、そこに多くの人が希望を持てるような、そういう状態を作る必要があろうと思います。今日5月19日102回目の19日報道にあたって、私たちは改めて立憲野党と市民の共闘と、その中での共同と緊張関係の保持ということを訴えて、主催者からのご挨拶にしたいと思います。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。ここで少しご案内です。本日発言予定の方はステージ前までぜひお越しください。お願いします。はい、続きまして、政党のご挨拶をいただきたいと思います。到着順にご紹介したいと思います。まずは社会民主党福島みずほさんです。どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今日は日曜日ですが、国会前に集まられたお一人お一人に心から連帯のご挨拶を差し上げます。また全国の憲法を生かすぞ、変えてはいけない、戦争反対、そう思っている全ての人たちに愛と連帯を申し上げたい、そう思います。自民党政治の憲法破壊が止まりません。裏金問題は論外ですが、その陰で国会の中で本当に憲法違反の法律が成立をしていっています。セキュリティクリアランス法、経済秘密保護法、そして自衛隊統合司令部を設置する自衛隊法の改悪法、これも残念ながら成立をしました。現在次期戦闘機の輸出についての協議機構設置条約案、今議論中です。おかしくないですか。次期戦闘機を輸出することそのものも問題だけれども、これから日本、イタリア、イギリスでその設置をやっていく、そのことにも反対をしていこうではありませんか。日本が戦争のできる国からまさに戦争する国へ、もう一つ地方自治法の改悪法案、政府が自治体に対して指示ができる、どんなこと、いやそれがわからないから一般的に法律作るんです。これって緊急事態条項の先取りではないでしょうか。政府が沖縄に対して指示をする、そんなことなどあってはならないじゃないですか。政府と自治体は対等です。でも自治事務そしてにも含めてまさに指示ができる、これは憲法が保障する地方自治の本質と団体自治を明確に規定するものです。こんな法律一緒に廃案にするように頑張っていこうではありませんか。そしてもう一つ、憲法改悪、これを何としても止めなければなりません。私は憲法審査会参議院のメンバーです。この間緊急集会についての討議を行いました。とても危機感を持っているのは衆議院の憲法審査会です。ここで参議院の緊急集会は一時的、限定的、暫定的だと、衆議院議員の任期延長をやるべきだという議論が大きく大きく出ています。どうですか。おかしくないですか。なんで裏金議員が居座っていくことを許すんですか。皆さん裏金議員を除けば今衆議院参議院ともに3分の2憲法発議が必要な3分の2を下回るんですよ。裏金議員、法律を守らない自民党議員たちに憲法改正、憲法を変える資格などないと思いますが、どうですか。そして皆さん、戦後戦前の緊急勅令などの反省から緊急集会が参議院に設けられました。衆議院解散やそして任期満了の時にしっかり参議院で緊急集会はやれるんです。衆議院の皆さんに申し上げたい、参議院がありますよ、参議院の緊急集会がありますよ。でもこの任期延長は一時的、限定的、暫定的ではダメだと、いろんな災害やそういうことがあった時にずっとやれるように
半年1年あるいはそれ以上任期延長できるようにというとんでもないものです。皆さんこれは絶対に許してはなりません。だって皆さん、もし政府が戦争を始めてその誤りを認めず、国民が何としてもその政治を、国会議員を、政府を変えたいと思った時に選挙できないじゃないですか。選挙は民主主義の最も重要な権利です。それを阻むのがこの衆議院の居座り改憲案です。どうですか。一番恐れているのはこの6月23日会期閉会と言われてますが、自民、公明、国民民主、日本維新の会で基礎委員会を設置する、もう十分議論した基礎委員会設置しましょうというふうになることを本当に恐れています。勝手にやって最後多数決で押し切ってしまうのではないでしょうか。皆さん、戦争のできる国から戦争する国へ、憲法破壊は論外。でもこの憲法を変えようとする国会の、まさにとりわけ衆議院の憲法審査会の動きを止めていこうではありませんか。ダメですよ、ダメですよ。こんな衆議院議員の居座り、長期居座り、独裁政治を許す、これは将来緊急事態条項の布石となります。許さない。そのために一緒に声を上げていきましょう。上川外務大臣が静岡の県知事選挙の応援に行って、子供を産まなければ女性でない旨発言をしました。もちろんこれは女性たちで頑張ろうということだと思うんですが、だったら女性たちの力で押し上げていこうと言えばいいじゃないですか。なんで子供を産まない、子供を産まない、子供を産まない女性は女性ではないって言うんですか。産む人、産まない人、産めない人、それぞれの選択じゃないですか。そんなこと考えてるから、女は子供を産め、全ての女は子供を産むんだ、女だったら産むもんだと思ってるからこんな発言になるのではないでしょうか。女は子供を産む機会といって、私たちが抗議した厚生労働大臣がかつていました。こんな発言おかしいですよ。虎の翼、 NHK 朝のドラマで、結婚しなければ弁護士でも、社会的地位を持たなければ弁護士といって一人前、依頼も来ない、そんな時代とどこが違うんですか。もう変わってるはずじゃないですか。そんな結婚して子供を産んで一人前、そんな社会も変えたい、そう思っています。ジェンダー平等も憲法もわからない自民党にはとっとと退陣していく、それを有権者の力で皆さんやっていこうではありませんか。もう退陣せよ、退陣せよ、政治を変える時です。戦争反対です。日本は絶対戦争してはなりません。みんなで声を広げて、戦争をさせない、戦争を止める、戦争をする国家を本当に変えていく、戦争へ向かう政治を止めていく、そのために一緒に頑張っていきましょう。社民党も頑張ります。立憲野党で力を合わせて頑張ります。ありがとうございます。福島みずほ参議院議員、ありがとうございました。続きまして、共産党より木田よしこさんです。お願いします。総がかり行動にお集まりの皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました日本共産党の参議院議員、木田よしこです。まず私も昨日の上川大臣の産まなくて何が女性だという発言に強く抗議したいと思います。大臣は今日になって、この発言は撤回するんだと、あくまでも女性のパワーで新しい知事を誕生させようという意味の発言だったと言い訳をしているそうですけれども、でもだったらば最初からそういうふうに言えばいいだけの話なんじゃないですか。わざわざ産まなければ何が女性かということは、それはつまり女性だったら子供を産むのが当然で産まないなんてありえないと大臣自身が考えているっていうことじゃないですか。
そうでなくても社会の中には子供を産まない、産みたくても産めない、そういう人々がいるわけです。その思いに苦しみに寄り添うべきである女性の大臣が公の場でこんな発言をしてしまう、このこと自体自民党政治終わっているんじゃないでしょうか。上川大臣だけではありません。金曜日には共同親権の法案が押し通されましたが、これも法務大臣が言っていたように父と母が離婚しないのがこの利益だ、そういう大臣個人の価値観を押し付けることに他ならないんじゃないかと思う。審議の中で大臣は子どもの利益を考えない親はいないなどと言いました。しかし残念ながらこの社会には子どもの利益をまともに考えられない親がいて、だから児童虐待がなくならない、だから親と離れた方がこの幸せになる場合だってあるわけでしょ。それなのに父母の合意がなくても事実上共同親権を強制できる法案で、その中で子どもたちが例えば必要な医療や教育を受けられなくなるかもしれないとか、婚姻中の DV や虐待から離婚後も逃げられなくなるかもしれないこの法律を離婚しない方がいいだろうということを言いながら押し付けること、絶対に許すわけにはいかないじゃないですか。さらにはこの間環境大臣が水俣病の被害者団体との懇談の中で3分でマイクを切る非道なことを行いました。結局自民党という自民党政治は国民一人一人の幸せも考えていなければ、一人一人の痛みに寄り添い声を聞くことすらできない政治だということがいよいよ明らかになっているのではありませんか。しかも一方で自分たちは裏金問題の真相すらまともに書かれないわけです。ようやく出してきた政治資金規正法の改正案、もう抜け穴だらけで、もう公明党ですら一緒に乗れないと言われてしまっている。結局自民党はこの裏金問題どれだけ国民から批判されてもやめる気がない、やめたくない、一人一人の一票や声よりも裏金を、金の力を、財界の声を優先したいという思いがここにも表れているのではないでしょうか。さらには財界だけでなくアメリカに言いなりで、この間戦争国家づくりを進めているのが岸田政権、日米共同宣言でアメリカ軍と自衛隊指揮系統をシームレスに統合するんだと約束をして、それを実行するための自衛隊統合司令部設置法案押し通し、さらには経済版秘密保護法、アメリカなどと一緒に武器の開発を進められるようにするための法案を押し通す、そして武器の兵器の、そして戦闘機の輸出をできるようにするための条約案の審議も進め、地方自治法も改悪を進めていこうとしている。憲法を変えるまでもなく、こうやって憲法を踏みにじり立憲主義を壊し、戦後の日本の平和国家としての歩みを逆走している自民党政治、これ以上許すわけにはいかないのではないでしょうか。やっぱり今こそ立憲主義を守り抜こう、憲法を守り抜く政治をと、その声を市民と野党で力を合わせ広げていこうじゃないですか。何より力を合わせれば自民党政治を終わらすことをできるんだ、4月の衆議院補選で明らかになったと思うんです。私も今朝ドラ虎に翼を見ていますが、あそこで描かれているように、あの戦前の時代、女性が無能力者と言われ多くの人々の権利が認められず国家挙げて戦争に突き進んでいった時代ですら、その権利と平等を、平和を求めていた
人たちがいたということが描かれていると思うんです。そういう人たちがいたからこそ戦後日本国憲法を私たちは勝ち取ることができたんだ。だから今の時代の私たちが諦めるわけにはいかないと思うんです。諦めて憲法を壊すんじゃない、憲法を守り生かす希望ある政治をみんなの力で実現しようではありませんか。私たち日本共産党の皆さんと共に全力挙げて頑張り抜く決意を申し上げまして、私キラの訴えといたします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。はい、キラヨシコ参議院議員ありがとうございました。本日、ご都合がつかなかった政党についてはこちらでメッセージの紹介代読をさせていただきます。まずは立憲民主党からです。ご参加の皆様お疲れ様です。毎月19日の行動を長く継続されていることに心より敬意を表します。国会では自民党の派閥の裏金作りに端を発した政治資金規正法の改正が焦点となっています。自民党は自ら起こした問題であるにもかかわらず積極的に改革に取り組む姿勢を全く見せていません。市民の強い批判を無視するようなこうした行動は決して許すことはできません。昭和以来繰り返されてきた自民党の政治と金の問題を今度こそ根本から解決するため立憲民主党は他の野党とも連携しつつ全力で取り組んでまいります。今回の自民党の派閥の政治と金の問題の背景には2012年安倍第二次内閣発足以来の一強政治があると考えられます。政治と金の問題再発を防ぐには与野党が白昼し常に政権交代の可能性のある政治を実現する必要があります。先月の3つの補選では立憲民主党公認の候補者が全ての選挙区で勝利することができました。これもひとえに皆様のおかげではありますが、この勝利をきっかけに一強政治を脱却しひいては政権交代を実現していく必要があります。立憲民主党は来るべき次期総選挙で市民の皆様の選択肢となるため全力で努力してまいります。市民と共に歩む政治を実現するため共に頑張ってまいりましょう。立憲民主党委員長大島敦史。続きまして沖縄の風のメッセージを代読させていただきます。はい、参議院会派沖縄の風の伊波洋一です。沖縄の風は沖縄の未来と沖縄県民の尊厳、日本の民主主義を守ることを訴え、沖縄選出の宝辰巳議員と私で活動しています。去る5月15日名護市辺野古の新基地建設をめぐって住民が埋め立てを認めた国交大臣裁決の取り消しを求めた裁判の控訴審で福岡高裁那覇支部は原告適格を認めなかった一審判決を取り消し審理を地裁に取り戻す判決を下しました。2019年4月の国交大臣決裁は国が軟弱地盤などを理由に行った辺野古埋め立て工事承認の撤回を取り消しましたが、この問題の具体的な中身について改めて那覇地裁で審理が行われることになります。一連の辺野古訴訟で初めて裁判所からまともな判断が出されました。ようやくスタート地点に立てました。この訴訟の中で改めて辺野古新基地建設の不当性、非現実性を訴えていきたいと思います。現在沖縄では米軍辺野古新基地建設工事の強行をはじめ沖縄本島や宮古、石垣、与那国島への陸自ミサイル部隊の配備、島々では軍事演習が日常的に行われ有事の島外への住民避難が検討されるなど本土の皆さんの想像を絶するような急ピッチで軍事要塞化が加速しています。国民の大多数は台湾有事になっても台湾や南西諸島、沖縄周辺で収まり多くの国民には関係ない、ましてや
東京や日本全土が戦場になることなどありえないと信じ込まされています。しかし存立危機事態で行使される反撃能力、敵基地攻撃能力は日本が反撃されてない段階で台湾有事に自衛隊が軍事介入することに他なりません。その場合でも米軍は軍事介入することなく、沖縄ばかりではなく日本全土が戦場となり、自衛隊と日本国民が全ての被害を引き受けることが安保3文書で想定された日米のシナリオなのです。岸田文革を止めなければなりません。共に頑張りましょう。以上です。ここでですね、大変恐縮なお願いではありますが、感化のお願いをさせていただきたいと思います。スタッフがこれより皆様のもとに、お願いに参りますので、ぜひご協力をお願いします。はい、それでは続きまして市民の皆様からの発言をいただきたいと思います。はい、それでは初めに沖縄戦を考える練馬の集い実行委員会より池田宇都則さんです。お願いします。金色の旗で古代の練馬という旗が今中野の方に手伝ってもらって持ってもらってます。練馬のメンバーで毎回この19日行動にこの古代の練馬という旗を持ってきて、参加してくれている方がいて、僕たちは都合のいい時にこの旗をも目標に19日行動に練馬から参加するようにしております。で、今日は、沖縄戦を考える練馬の集い実行委員会としてまずちょっとお話をさせていただきます。沖縄戦を考える練馬の集いというのはもう、10年ぐらいになります。教科書問題の頃から始めました。で、今年は沖縄戦の現場から声を上げる戦没者の声なき声を聞くということで、遺骨の収集をされている具志堅隆松さんをお呼びして、集会を行います。辺野古新基地建設に遺骨の入った土砂を投入するのは絶対許せないということで、今年は具志堅さんをお呼びすることにしました。6月2日、夕方の18時から練馬区役所の地下の、で行います。練馬遠いと思っている方いらっしゃいますか？申し訳ませんけど大江戸線ですぐですのでぜひご参加ください。この集い、沖縄戦を考える集い自体はいろんな、人が参加しています。その中で、私はずっと練馬の基地に反対する取り組みをやってて、その関係から沖縄この、練馬の集いの実行委員会にも参加しています。練馬には浅川駐屯地と練馬駐屯地という2つの自衛隊の駐屯地があり、沖縄で起こっていることは他人事ではありません。中止区域、重要土地等中止区域、重要土地等調査規制法の中止区域に、指定されてしまいました。で、自衛隊がの駐屯地があるということはどういうことを意味するかというと、どんどん基地の町になりつつあります。昨年の11月には国民保護訓練、地下鉄大江戸線の、方に向かって地上から住民が動員されて降りていって頭を抱えてしゃがむダンゴムシのポーズというんですけど、それをする国民保護訓練が行われました。この3月の11日には練馬駐屯地から都内各地に向かって市街地徒歩訓練、迷彩服を着た自衛隊員が三三五いろんな地域に向かって練馬駐屯地から出撃していくわけです。その目的は地域特性の把握と露骨に言っています。治安出動の部隊ということになります。で、さらにですね、この国会で、自衛隊統合作戦司令部ができてしまいましたが、それは岸田が訪米した時に約束してきた在日米軍の、機能強化、この機能強化された在日米軍司令部と、自衛隊の統合作戦司令部が、
一体となって琉球語での限定、戦争をやるという体制がいよいよ作られようとしていますと、その中で朝霞駐屯地には陸上自衛隊の総隊司令部がありますということは、その作戦が行われるということは、すなわち朝霞が戦場になる、そういうことだと思っています。で、私たち練馬とか立川とか長新の反基地運動団体、ずっと大軍拡と基地強化にノーという取り組みで軍拡予算とかに反対してきたんですけど、自衛隊法が改悪化もされてしまって統合司令部が創設されるということが法律的には決まってしまいましたが、司令部の発足は来年3月だと思われますので、この5月30日にも防衛省に向けて統合作戦司令部を作るなという声を上げていきたいと思っています。その他にもいろいろ地域で自衛隊員募集の動きに対して、問題にする入隊したらさあ大変自衛隊パネル展とか、練馬区役所を使って自衛隊側が募集するんだったら私たちも自衛隊募集に関するパネル展をやるというので、そういう取り組みもしています。でこれからも、地域での反基地運動とこの国会とそして沖縄とつな、がるような、そして全国各地の反基地運動とつながっていくような運動をしていきたいと思っているので、ぜひよろしくお願いします。そして皆さんもぜひ自分の地域に帰ったら重要土地等調査規制法の内閣府のホームページを見てみてください。練馬駐屯地も朝霞駐屯地も住所は練馬区になっているんですが、板橋区は3カ所も中止区域に指定されています。北区の十条駐屯地、練馬駐屯地、朝霞駐屯地に関わって板橋区は基地の住所にはなってないんだけど中止区域の指定がなされています。そんな風にどこらでかでこの軍事化の波というのは皆さんが住んでいる地域、私たちのそれぞれの地域に軍事化の波を引き寄せてきていると思いますので、そういう地域での反撃を通して、この国会をでさらなる改憲法改悪とか行われないよう頑張っていきたいと思います。共に頑張りましょう。池田さんありがとうございました。続きまして弁護士で統合親権問題に取り組む太田恵子さんです。お願いします。こんにちは、弁護士の太田恵子と申します。神奈川県で弁護士をしています。私は離婚事件の取り扱いがすごく多い弁護士なんですけれども、離婚事件に大変大きな影響を与える家族法改正、民法改正案、離婚後の共同親権を導入するという法改正がご存知の通りつい最近成立をしてしまいました。大変問題が多い法案で大反対をしてきたんですけれども、成立すると大変残念です。で今日は、ここで3点お話をしたいと思います。まずどういう、この共同親権法案が通ったかの問題、どういう問題があるのかということと、それから2つ目、しかしこの衆議院参議院の質疑によって、この問題をどういうふうに封じるような武器を私たちが得ることができたのか、3点目は皆さんへのお願いです。まずこの共同親権法案の問題ですけれども、法案自体の問題いろいろあってちょっとお話をしたと思いますが、何よりも一番問題なのは一体どういう法律案なのかということを、おそらくかなりの人が分かっていない、誤解したまま、メディアも間違った、法律上間違った報道をメディアが多数流す、そういう中で通ってしまった。国会でもですね、法務大臣も法律上分かってない、おかしなことを言う、そういう状態で、でも通ってしまったんです。恐ろしいことだと思います。これが実は一番恐ろしいと思うんですね、内容それ自体以前に。で、共同親権法案は本当に誤解が多くて、典型的な誤解はどういう誤解かって言いますと、今は離婚後は単独親権だから、親権者にならなかった方の親と子供が断絶してしまって、会えなくなってかわいそうだ、だから共同親権にしようではないか、そういうことにですね、なんとなくいいんじゃないかと思う方もいたんですが、これは全く法的に誤りなわけですね。親権者と法律上の親子関係は違いますし、
ここ法務大臣間違ったんです。なんか離婚したら親子の縁が切れてしまうのはいかがなんだと言いましたが、親子の縁を法律上切るなんて制度はありません。切り取っても切れないんです、実はね。それでだから離婚して親権者じゃなくなっても単独親権の今でも当然養育費の支払い義務がありますし、会いたければ会うということがうまくいかなければ家庭遺産手続きもあるし、また相続も発生するわけですね。そういったごくごく基本的な法的知識を踏まえずに、会いたいのに会えないんだというふうな、一見なんというかな、かわいそうだなって思ってしまうような声に、なんかこう一部など暴走して作られてしまった。非常に問題が大きいと思うんですが、いっぱい問題があるんですが、一番問題と思った後、2つだけ問題をお話ししたいと思います。共同親権というのは子どもについての、例えば医療、教育、住むどこに住むか、そういったことを、例えば共同でないと決められないという意味です。言い換えれば、子どもと住んでいる方の親が、こういうふうにしようと。今の家の家賃が高いから、同じ学区内で転校がしなくて済むように、隣のマンションに引っ越そうと。そして子どもが住む場所の変更になるわけですね。そこを共同決定しないといけないんです。いちいち離婚した元配偶者に連絡をして、同意がなければ勝手にやってはいけない。で、同意してほしかったら裁判所にいちいち持っていく。これが共同親権ですね。思ってたと違うなっていう方、きっとそういうお顔見たらそう感じてますよね。違うでしょ、思ってたのと。それが共同親権なんですね。で、これがどういうふうに悪用されるかっていうと、DV 虐待被害者が逃げられなく、逃げづらくなります。なので、まあ、逃げるときに子供を連れて逃げようとすると、子供が住む場所は本来父母で二人でいるのに、それを相手のその決定権を侵害した後から損害賠償請求を受ける可能性がある。それから弁護士もですけども、DV 被害支援者が萎縮します。あなたそれは DV だから逃げてもいいんじゃないの？子供を置いていけない？じゃあ一緒に避難したらっていうことを言ったら違法行為の強さになってしまう。そんなの怖くて、弁護士だって訴えられるなと思うと、言い方をすごく注意しなきゃいけませんね。ただですね、DV 被害者っていうのはね、なかなか逃げる決断がつかないので、背中を押されてやっと逃げるんですよ。こういうふうに住めるよとか、弁護士はこうだよとか。だからそれが、知りたくなるというか、結局そういうふうにしたい人のため、自分の元から、自分の支配下にある家族を逃がしたくない人たちが、この法律を強く求めて、で、作ってしまいました。非常に大きな問題があるなと思っています。この共同親権を、自分は共同親権にしたくないと言っても、裁判所が、いや、あなたも共同親権がいいんじゃないのっていうふうに命じることができる。こういう法律なんですね。で、せめてこの点ぐらいは修正協議でなんとかと思いましたが、それもかなわず成立をしてしまいました。この点に関しては本当に多数の各地の弁護士会が、国会審議入り後、いやね、弁護士もこんなおかしな法律が本当にちょっと思ってなかったんです、正直言うと。で、よく見たらとんでもないじゃないかということになって、どん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 各地の弁護士会が反対、慎重審議の声明を上げましたし、新聞紙 の地方紙まで含め、社説が多く出ました。でも通ってしまったということが、非常にやっぱりおかしいと思っています。ですが、2つ目ですね、希望はいろいろあると思いました。衆議院、参議院で、主に野党議員を中心として、この法律の問題を浮き彫りにするような質疑が多数あり、法務省、法務大臣の答弁が多数あって、その答弁通りにこの法律が運用されるんであればあんまり怖くないということで、ね、すごく変なんですが、法律のこ の改正案の条文がすごく抽象的なんですね。なのでこうすごく危険な運用もできれば安全な運用もできる、すごく幅が広い条文です。本当はこんなの法律のおかしいのですよ。誰が読んでも一義的に解釈できるような条文にすべきであると、こういう安全な条文でというふうに何度も要求しましたが、危険な運用をした人たちが、あえて、抽象的に通してしまいました。すごくおかしいんだけれども、なので、この法律が通った後に、安全な方向に運用できるための、答弁はたくさんできました。で、それを、ぜひ今後、報道とか、各地いろんな方法で周知をして、不本意に共同親権になってしまうという人を、減らすような努力ができる。これは、非常に希望と思ってますし、国会審議にした後に、一生懸命声が出た、市民がたくさんいます。今までそんな政治にコミットしてこなかったけれども、この問題は自分に関係がある、自分の子供に関係がある、
自分たちに関係があると思って、すごく多くの人が声を上げたんですね。SNS でも声を上げ、リアルな場でも各自でスタンディングではとかもありました。そういったことが、国政での追及に大きな影響を及ぼしたことは、すごく希望だなと思ってます。この希望をやっぱり持ちはいけないと思うんですね。で、一番最後、皆さんお願いですけれども、ぜひこの共同親権法、正しく知る努力をぜひ続けてほしいと思うんです。施行まで2年間あります。2年間で、いっぱいある誤解をですね、払拭して、正しく知ることを、知る人を増やしたいです。ぜひ皆さんも知ってほしいし、知ったれば、なんか誤解をしてきた、分かってなかったり、実はこうなんだってってことをぜひ周りに伝えてください。そして正しい報道を増やすように、報道機関にもですね、ぜひリクエストをしてほしいし、この報道なんか間違ってるって思ったら間違ってて伝えてください。メディアの報道、驚くほどおかしな報道が、法律が通った今でも、まだ誤解をしている人が、記者がいます。ぜひ、読者、視聴者が見張って、意見を伝えることで、いい報道があったら、この報道すごく良かった、わかりやすかった、またこういう報道してほしいってリクエストをするということをしてほしいですし、頑張ってる議員を応援し続けるっていうことを、まあ、いつも大事なんですけれどもね、この法律2年後に施行されますから、その時にやっぱすごく大混乱が起きると思います。私は本当現場の人間なので、家庭裁判所がもう大騒ぎだなと思って、まあ、覚悟して腹をくくろうと思ってますけども、少しでもハレーションを緩和すべく、知っている人が増えて、安全運転の共同親権法というふうにすれば、だいぶ弊害を減らせます。でも、いずれやっぱり憲法24条が要請するような、家庭内での個人の尊厳と、行政の本質平等、これを本当に実現する正しい家族法改正が、まあ、将来の方に合わせなりましたので、それを目指すべく、まだまだこの長い長いですね、拡張性との戦いのステージが変わったという感じがいたします。ぜひ頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、大竹子弁護士、ありがとうございました。続きまして、チェンジと性ネットワーク西山千恵子さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。マイク、あ、そこだ。皆さんこんにちは。足立区から参りました西山千恵子と申します。私が話すときにちょうど雨がからつきましたんですけれども、皆さんどうぞお帰りにならないで短く済みますので聞いてください。私はこの場ではフェミブリッジのメンバーとしてこれまで何回かお話しさせていただきましたが、今日は都知事選を、市民と野党の共闘で戦うチェンリ都政市民プロジェクトの共同代表の一人としてお話しさせていただきます。3つの衆院補選で市民と野党の共闘、連携で、全て勝ち取った、そういう話が今日何回も出てきました。次の選挙は、大きな選挙は何か、それは都知事選です。今後の国政の流れを決めるその大きな都知事選、私たちはこれを落としてはなりません。小池都知事、大変強い、そういう都知事だ、次も絶対勝つだろうと言われてきましたが、その流れが大きく変わりました。皆さんご存知のように、4月の文藝春秋で、かつての側近と言われていた、小島敏郎氏が海外大学生命のエジプト大使館を通した、公表は小池都知事の自作自演である、偽装工作である、そうではないのだろうかという、告発をしました。それで小池都知事の支持大きく変化したと思います。その一つの影響は4月28日に行われた東京15区において乙武氏が大きく沈んで5位になったっていう、そういうことだと思います。私たちは
こうした影をしっかり捉えて次の都知事選に生かすべき、そのように捉えています。都チェンジ都政市民プロジェクトは、各地域で立ち上がっている都知事選を戦う市民団体をつなぐ、そういう役目を果たしたいと考えている組織です。各地で共通した上りが立てばいいなということで、今、ここにあります、上りを作っています。7月7日は都知事選挙、都政を変えようということで、どなたの名前も出ておりませんので7月7日まで使えます。こうした共通の上りの下で一緒に都知事選を戦っていきませんかと、1枚1000円の実費でお分けしています。7月7日までしか使えませんけれども、その後はこのようにおしゃれのストール、あるいはスカーフとして再利用もできます。よろしくお願いいたします。そしてですね、今度の都知事選は、宇都宮健二さん、それから市民連合等をはじめとする、市民たちが呼びかけて、そして、野党とも、共同作業で候補者選定をしていこうとしています。チェンジ都政市民プロジェクトは、そうした、委員会の中に参加させていただいております。なかなか候補者が決まらなくて、いろいろなところで誰が出るんだって、これじゃ戦う気しないよっていうふうに言われていますけれども、候補者が、次の、5月22、27日の委員会で決まるのではないかという、そういう声も聞こえたりしています。決まろうと決まらなくてもやる気が起きないとかそういうことではなくて、ぜひとも次の都知事選、私たちは負けない、今その機運が来ている、この機会のもとに共に戦っていきたいと思います。都知事は交代、私たちは一緒に戦いましょう。ありがとうございました。西山テイクさん、ありがとうございました。西山テイクさんの発言を、ありがとうございました。続きまして、報道提起に参ります。共同センター石川俊明さんです。お願いします。はい、憲法共同センターの石川です。報道提供いたします。でもう自民党政治を終わらせなければいけないというのは、ここにお集まりの皆様の共通認識だと思います。総がかり行動実行委員会では5月9日の会議で、自衛と自民党政治大運動に取り組むことを確認をいたしました。政権交代を望む声は日増しに確実に高くなっていると思います。自民党政治を終わらせるために今国会開催中、あるいは9月の自民党総裁選挙など、情勢に応じて節目節目に行動や集会を配置してまいります。早速、明日ですが、5月20日16時から衆議院議員第一議員会館多目的ホールにおきまして、裏金問題の全容解明と企業団体の献金を禁止を求める国会内集会を開催をいたします。上脇博史神戸学院大学教授がオンラインで講演をいただきます。180名入れる会場ですので、満杯にして自民党に対する怒りを表明したいと思います。皆様の参加をぜひよろしくお願いをいたします。そして、次回来月の第103回19日行動は国会最終盤ということもあり、この自民党自衛の自民党政治大運動のスタートの行動という位置づけで19日行動を行います。6月19日水曜日18時半からです。大事なことを申し上げます。場所はここではなくて国会正門前です。お間違いのないようにお願いします。18時半からです。間違ってここにしちゃって、あら誰もいないわならないようにですね、国会正門前にお集まりください。また今年は2014年の7月10日の集団的自衛権行使の閣議決定強行から10年になります。
7月10日水曜日に安保法制違憲訴訟全国ネットワークとの共催で取り戻そう立憲主義と平和憲法という市民集会を開催をいたします。会場はこの国会内のどこかで予定します。時間は14時から16時です。会場とかですね、プログラム内容などまだ未定な部分が多いのですが、とりあえず手帳にメモをよろしくお願いいたします。詳細決まりましたらまたご案内をいたします。その他自民党の総裁選がある9月まで集会やデモなど、諸行動を企画して、改めて呼びかけています。みんなで頑張って月曜朝の朝刊見出し政権交代実現したと、そういう見出し読みたくないですか皆さん。一緒にその日が読めるように頑張ってまいりましょう。さて、その他の行動です。ウィメンズアクションは次回6月13日木曜日18時から19時有楽町水戸市屋前です。7月は7月12日金曜日同じく有楽町になります。総上がり行動としての定例街頭宣伝ですが、5月29日水曜日18時から19時の1時間で新宿駅の東南口で行います。6月は6月27日木曜日18時から19時場所は同じく新宿東南口です。パレスチナに平和を緊急行動ですが、5月23日木曜日の18時から、アメリカはジェネソイドに加担するな、ラファ攻撃やめろ 5.23 アメリカ大使館前行動ということで、18時までに赤坂の住友不動産虎ノ門タワー前にお集まりください。イスラエルの虐殺に加担するアメリカに抗議をいたしましょう。また6月7日金曜日には18時半から今度は、イスラエル大使館前で抗議を行いますので、こちらへもご参加をお願いいたします。ガザ地区の虐殺をやめさせていきましょう。そして、5月23日には総上がり行動が、賛同団体となっています地方自治法改正問題での、国会緊急アクションが予定されています。5月23日主催は平和立憲人権をつなぐ全国自治体議会議、その他大勢の団体が共催になっています。傍聴行動衆院の総務委員会の傍聴に続いて夜18時15分から、参議院議員会館行動、ここで院内集会を開催をいたします。以上、多岐にわたり提起をいたしました。4月の3つの衆院補選での勝利以降、政治的にも世間的にも潮目が変わってきたということ、皆様も実感しているのではないでしょうか。今が専門的だと思います。引き続き大軍拡大増税にストップをかけ、政治を変え、憲法と平和を守り、パレスチナに平和を取り戻す、そのためにご一緒に力を合わせて頑張りましょう。そのことを呼びかけさせていただいて行動提起といたします。ありがとうございます。石川さん、ありがとうございました。本日は皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。本日の参加者数は1000人です。これに、皆様のご協力あって、時間内で終わらせることができました。また次回の19日行動もよろしくお願いします。本日はこれにて終了です。ありがとうございました。